は開きました。おっと、名神ブラボーが大きく出遅れました。正面スタンド前の先頭争い、行雷マーチ、一体一体、メグロドーベル、控えました。先頭から見てまいりましょう。さあ、先頭は行雷マーチ。さらに後方からエヴァウィング。その内側からオレンジヒール。さらに後方からナニオウィング。離れましてエヴァリバティ。外を通りましてプロポーション。その後ろはレイブルシロップ。離れましてビバビーナ。その後ろはメグロドーベル、メイシンブラボーラー、最後方、メグロドーベル。ちょっと苦しいか、かなり縦長の展開になりました。先頭から見てまいりましょう。現在先頭は行雷マーチ。離れましてオレンジヒール。続いてナニオウィング。その後ろはエヴァリバティ。続いてエヴァウィング。前半 10m59 秒で通過、かなりのハイペース。さらに後方からプロポーション。こういった体型で早くも3コーナーに差し掛かります。 800m 切りました。続いてレイブルシロップ。その後ろはビバビーナ。外を通りましてメグロドーベル、メイシンラボーラー、お金加減です。600m 標識を通過、メグロドーベル。ちょっと苦しいか、かなり縦長の展開になりました。現在先頭は行雷マーチ。まもなく3コーナーに差し掛かります。離れましてナニオウィング。さあ最終コーナーはもう目の前です。さあ最終コーナーを回って最後の追い比べ。さあここからメグロドーベル、オレンジヒール、まだ揉まれている。オレンジヒール、ちょっと伸びない。6打席7打席と開いていく行雷マーチ。先頭オレンジヒール、ちょっと伸びない。行雷マーチ、この試合を見せつけます。
三大チャンピオンはこの朝日杯で決まります。明日のダービー馬がいるのでしょうか。まもなく発走です。スタートしました。おっと、一頭出遅れた。先頭争いは日本ブルボン、出ようとしています。先頭から見てまいりましょう。現在先頭は日本ブルボン、その後ろはスクリザブレイブ、続いてマイアミザプリン、続いてメイシンダイモン、ちょっと待って、始まったボリー、それからシンコーカー、シンコーカー、マイアミザプリン、続いてピカーノ、乗ってまた、ルービーテッド、エバーガー、日本ブルボン、ドリキューを進めるので、アンナイカーノ、先頭から見てまいりましょう。現在先頭は日本ブルボン、まもなく参考な中に、はい、後方からマイアミザプリン、それからメイシンダイモン、外目をつきましてはスクリザブレイブ、ダイナマイトボディ上がっていきます。ドキメント、星を打った、それからマイアミザプリン、そんなことが待っていきましょう。日本ブルボン、バイル、バカバステークス、まもなく発走です。ゲートが開きました。おっと、エヴァダブリ大きく出遅れました。正面スタンド前の先行争い、何がいきますか。さあ先頭はオフサイドトランプ、さらに後方から日本クロン、続いてドリスコーデ、それからデクセイリオ、それからスジラクサ、そのチマーがボーデルビーチ、インコースターターリオ、さらに後方からリバトマン、そのチマーがエヴァダブリ、彼を最後方、日本クロン、絶好の位置に危ない、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 先頭から今行くぞ。さあ今度は日本クロン、続いてオフサイドトランプ、バレバレボーデルビーチ、一応向こうが見えました。の第1弾は皐月賞です。今年は三冠馬が誕生するのでしょうか。まもなく発走です。スタートしました。おっと、泣いた大使出遅れた。激しい先行争いです。さあ先頭はタクシースピード、さらにここからオートマジック、その内側からナイキブライアー、ダンクダンクダンク上がっていきました。外を通りましてウィニングソケット、外目をつきましては由井翔司に同回転を上がっていく。アンダーライオン上がっていきます。続いて泣いた大使、日本軍も抑えられる。日本軍も最高峰なのではかなり下の展開になりました。先頭から見てまいりましょう。現在先頭はタクシースピード、その後ろはナイキブライアー、続いて同回転を、その後ろはオートマジック、内の方から泣いた大使、外目をつきましてはダンクダンクダンク、前半 1000m58 秒ベストがまずまでしょう。これから日本軍も追いただけで早くも参考ないかかります。800m 切りました。1000m 上がっています。改めましてアンダーライオン、由井翔司に最高峰、日本軍もちょっと苦しいがかなり下の展開になりました。先頭から見てまいりましょう。さあ先頭はナイキブライアー、